俺の撮った羽生譲る、空中でも美しい超一流アスリート新カメラマンが厳選した1枚、3。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。羽生譲るさんが座長を務めるアイスショー、羽生譲る、ノットステレイタ。その練習やショー本番の様子をカメラマンの視点から、俺の撮った羽生譲ると題して紹介します。 第3弾の今回、厳選した1枚は、8日の練習から、本会場でジャンプする様子を捉えた写真。スケートファンから、神カメラマンとも呼ばれる、撮影者、矢口トールカメラマンに聞きました。空中でも美しさをしっかりキープしている。こちらは、ハブさんがジャンプをしているシーン。矢口カメラマンは、ハブさんは水平、垂直を合わせてシャッターを押すだけで、美しい写真が撮れる。 それは、ハブさんの体の軸や体幹がしっかりしていて、姿勢がとても綺麗だからと話します。この写真のハブさんは、空中に浮いている時でもその美しさをしっかりキープしていて、まさに超一流のアスリートらしさが映っていると思いますと、写真のポイントについて教えてくれました。カメラマン、矢口トールさん。2019年からフィギュアスケートを撮影。その他、野球や五輪競技全般を担当。写真集。 ハニューゆずる2019-2020。ハニューノットステレイトは3月10から12日、宮城県の積水ハイムスーパーアリーナグランディー21にて開催され、全国の映画館でのライブビューイングやヒュルーでの生配信も予定されています。ハニュープロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。